パート2です。盛大な目覚ましの音がして慌てて飛び起きた。けたたましく鳴り響く時計をひっつかんでみるとちょうど6時。あっちゃいつもの癖で6時きっかりに合わせてたんだと慌てて藤森の方を見ると、やつはだるそうに体を起こして自分の時計で時間を確認してた。悪い、俺いつもこの時間に起きんだよ。早いんだ。また睨まれるかなと思ったけど寝起きだからかな、至って普通の返事が返ってきて、俺はちっと面食らいながら素直に答えてた。うん、体動かさねえと落ち着かねえんだよな。さして興味をない感じでそう返してきた藤森は再びベッドに潜り込んだかと思うと、あっという間に寝息を立て始めた。すげえ、即寝じゃんか。でもこの調子だったらもう体は平気そうだな。つうか結局ココア飲んだのか。ココアを置いたサイドテーブルに視線を移すと、置いたはずの場所にはココアどころかマグカップすらなかった。もしかして捨てたとか、いやいいじゃん別に、そうするかなとか予想はしてたんだし、はははは。なんか口の中と鼻が、いや全身がココアな感じがする。昨日あんな甘ったるいやつを味見しちまったし、部屋がココアの匂いで充満してたし、そのせいか。そんなことを考えながら俺は、なんだよこれ。うん、まあ見るか。は、何してんだ俺、別にもういいじゃん。俺はほんの少しだけへこみながらノロノロと着替えると、退院後第1回目のジョギングに出発した。よっ、橋場じゃねえか。もう大丈夫なのか。おかげさんで全然オッケーっすよ。軽く準備運動をして学園を一回りし終えた頃になると、陸上部の朝練組に出くわした。ここでいつものように挨拶を交わすのが俺の日課だ。やっぱ先輩たちにしても俺との挨拶は日課になってるようで、久々の俺の復帰を手放しで喜んでくれた。でも手厚い歓迎を体中に受けて、俺はまた病院に逆戻りするかと思ったけどな。で、先輩たち俺のこと心配してくれてたんすか。そりゃ寝ぼけて窓から落ちるなんてよっぽどだと思うぞ。さすがに俺たちも心配になるってな。あ、誰が寝ぼけて落ちたって。先輩たちにニヤニヤ笑われて、俺は声が裏返るほど驚いた。窓から落ちたってのは了解済みだけど、寝ぼけて落ちたって祭りのやつそんな話してなかったぞ。え、なんだよ違うのか。お前今学園中の噂になってんぞ。がマジかよ、むちゃくちゃかっこ悪いじゃんか。つーか普通寝ぼけてそんなとこから落ちるか。いや普通じゃないから噂になったのか、ははは。いや俺もあんまし覚えてなくて。やっぱ寝ぼけてたのか、かっこ悪いなお前は。うるせえ、笑ってろ。じゃあな。こんなとこで笑いの餌食にされてたまるかっての。先輩たちの爆笑の中、俺はそれを振り切るように強い足取りで寮の方へと走った。クソ畜生、誰が寝ぼけてたって。俺はそんなお茶目じゃねえや。けど覚えてないあたり、マジで寝ぼけてたのかも。いやでもそんなの、ああもうなんで覚えてないんだよ、自分のことなのに知らないことがあるって、なんかむちゃくちゃ悔しいぞ。まったくしっかりしろよ俺ってば。もうすぐ寮の玄関ってとこまで走っていくと、そこではいつものようにななみちゃんが竹ぼうきでせっせと庭掃除をしてた。ほんとななみちゃんってば、用務員でもないのに掃除好きだよな。ななみちゃん、おはよう。おはようございます。今日もいい天気ですね。やっぱり朝に橋場くんの顔を見ないと一日始まった気がしなくて困りましたよ。ななみちゃん、おお、また毎日よろしくな。ななみちゃんはほうきを動かす手を止めて穏やかに微笑みながら、しみじみとそんなことを言ってきたんだけど、先輩たちに散々遊ばれてへこんでた俺はその会話と笑顔で妙に心が和んだ。そういえば藤森くんの具合はどうです。お薬は飲みましたか。あ、チリトリ持っててください。はいはい、多分飲んでないかな。俺にチリトリを持たせると、ななみちゃんは竹ぼうきで集めたゴミをチリトリの中に吐き込んでる。それを目で追いながら俺はチラッとななみちゃんを盗み見た。せっかく薬をくれたななみちゃんには申し訳ないけど、起きたらもうマグカップこと消えてたから、俺にも本当のところはわかんねえし、そんな曖昧な言い方しかできねえんだよな。そうですか、その分だと私が頼んだ言いつけもまだですね。あ、ごめん、部屋戻ったら言っとくわ。
あ、そうや、言ってたね。そうだ、すっかり忘れてたぜ。やっぱあの診断書のこととかいろいろ話し合わなきゃいけないんだろうな。今度こそ忘れないようにしなきゃ。はい、よろしくお願いしますね。と、そろそろ朝食の時間じゃないですか。俺からチリトリを受け取ったナナミちゃんはそう言って微笑むと、俺の背中をポンと押した。お、じゃあまたな、ナナミちゃん。言われた途端、無性に腹が減ってきた俺は、ナナミちゃんに手を振ると急いで寮に戻ってった。シャワーを浴びて部屋へ戻ると8時前。部屋には人の気配はないけど、藤森は一人で食堂に行ったのか、それとも祭りが迎えに来たのかもな。忘れないうちにナナミちゃんからの伝言を伝えたかったんだけど仕方ねえか。だけど結局食堂でも藤森に会えずに、気がつけば学園行く時間になってたのだった。ああ、終わった。どう、久々の授業は。今日最後の授業が終わった途端、大きく伸びをした俺に隣に祭りが寄ってきた。そう、こいつとはクラスも一緒なんだわ。やっぱ俺体動かしてる方がいい。なあ、藤森って何組？直くんなら4組だけど。同室なのにそんなことも知らねえのかって顔した祭りを見なかったことにして、俺は薄べったいカバンを手に席を立った。俺ちょっと行ってくるわ。じゃあお先。おう、デート。早くない？ナナミちゃんに伝言頼まれてんの。ああ。じゃあな。バカなことを言ってる祭りを睨むと、俺は教室を後にした。4組通と2つ隣なら結構近くて助かったぜ。4組について適当なやつに聞いてみたけど、藤森はとっくに帰ったらしい。ああ、なんかすれ違ってばっかし。どうしようかな、部屋に戻ったらあいついるかな。けどちょっと気になってることもあんだよな。まあいいか、どうせ部屋は一緒だし、夜になったら絶対に顔を合わせるもんな。それよりやっぱ自分が落ちたって場所を見てえし、とりあえず藤森の件は置いとこう。それにちゃんとした証拠を見つけた俺が寝ぼけて落ちたなんて言ってたやつらに前言撤回させたいじゃん。俺はクラスのある一般棟を突き進むと、一般棟と特別棟をつなぐ渡り廊下に向かった。そしてとりあえず渡り廊下の窓から特別棟を見上げた。にしてもこうやって改めて特別棟を見るとちょっと陰気っていうか寂しい雰囲気なんだよな。まあ校舎の作り自体は一般棟とそう変わりはないんだけど、放課後になると人があんまりいねえからそう見え思えるのかも。そう、俺が一応事故ったことになってる場所ってのはこんな人系の全くねえ特別棟だったんだ。にしてもなんで俺あっちの校舎に行ったんだろう。移動教室の時くらいしか行くことなんてないのにさ。そんなことを考えながら俺は窓枠にもたれかかって特別棟の真下にある花壇に視線を移した。今でこそ綺麗にされているけど、祭りの話による転落した俺が見つかった時には花壇はボロボロになってて、そこら中に血が飛び散ってたらしい。自分のことだけどなんつうか記憶がねえからあんまそこら辺の実感わかねえんだけど、そのまま2階3階と校舎を見上げていくと、この高さから落ちたくらいなら案外平気なんじゃないかとか思っちまうけど、遠くから見てるだけじゃやっぱわかんねえのかな。やっぱ現場に向かうっきゃねえか。俺は窓枠に手をつくとため息とともにノロノロと立ち上がった。やっぱさ、自分が落ちたとこに行くのってちと勇気がいるっての。いや別にビビってるわけじゃねえんだぞ。うん。先生じゃない、なんかの覚悟を決めて歩き出そうとした時、俺の視界の端に何かが映った。見えたのは確かに人だと思うんだけど、それを見た途端俺の中で何か爆発したような弾けた感覚がして、俺は無意識のうちにその人影を追って走ってたらしい。気がつくと俺はいつの間にかさっきいた場所から特別棟の入り口まで移動してた。あれ、俺ってはまた寝ぼけてガン。マジで一瞬記憶が飛んだぞ。なんで俺急にこんなとこまで走ってきたんだよ。やっぱ変なのかな。あれ、藤森。自分の行動にへこんでると階段のとこになんか藤森らしきやつがいた気がけど、こっからじゃあんまよくわかんねえ。七海ちゃんのこともあるし、いやそれはきっと建前で、あいつがなんでこっちの校舎にいんのかがすっげえ気になってる。俺は慌てて特別棟校舎の中に入ると、藤森らしきやつが登っていったであろう階段段を駆け上った。早く行かないと藤森がいなくなっちまう。けどほんの一瞬だけ視界に入った人影が藤森だって確証はないんだけど、何焦ってんだ俺は。なんで藤森が俺が落ちた場所にいないんだよ。いるんだよ。ごめんなさい。4階へ行く。俺は慌てて4階までを一気に駆け上った。やっべ、俺足フラフラだ。肩で息をしながら前を見ると廊下に佇む藤森がいた。
急いで駆け上ってきたせいで気配を消すことなんてできなくて、そのまま荒くなった息を整えていると、俺に気づいた藤森はじっとこっちを見て、いや睨んでた。俺を見る藤森の目は今まで見たどんなものより深く冷え切ったもので、いやあの目は一度だけ見たことがある。初めて会った日、藤森が倒れて薬を投げた時に、そう思った瞬間、全身の血が一気に凍える感覚に襲われた。藤森。俺の声を引き金に、藤森は弾かれたように俺が来た方向とは反対へ走り出した。むちゃくちゃ早い。待てよ藤森。追いかけた時には、藤森は階段に続く廊下の角を曲がったところで、そこまで行き着いた時にはもう姿は見えなくなってた。あいつ早すぎる。俺これでも毎朝鍛えてんだぞ。それなのに、つかなんで逃げんだよ。階段に響いてた藤森の足音を聞きながら、俺は呆然とその場に立ち尽くしてた。ダメだ。俺この沈黙に耐えきれねえ。部屋に戻ってからつうもの、俺と目も合わせようとしねえ藤森に、俺の方も向きになってしかとしてたけど、同室のやつとここまで会話もしねえでいるのってかなり苦痛だぜ。チロッと藤森の方を見てみたけど、俺なんて気にもしてねえ感じでビシッとした姿勢で机に向かって、こいつはこの沈黙が苦痛じゃねえのかな。このまま気まずいのもあれだし、ここはちと会話でもして俺から歩み寄るしかねえか。俺はベッドに仰向けになったまま首だけを回らせて机に向かう藤森の様子を伺った。ベッドの位置からは藤森の後ろ姿しか見えなくて、一体藤森がこの状況をどう思ってるのかなんてわかんねえけど、とにかく俺は話しかけるタイミングを見計らってじっとその後ろを見た。にしてもこいつの私物ってこんだけ、もしかして昨日抱えてきた荷物これだけかよ。机に置かれたものとか服にしてもどれでもみんな新品って感じで、使い古されたものが全くない。こいつってば愛着のある品物とか持ってないんかな。俺なんてガキの時に買ってた雑誌の付録の手帳とか未だに持ってたりするんだけどな。祭りにいい加減捨てろとか言われてたんだけど、なんか手放せねえのによ。とそんなこと思い出してる場合じゃねえや。とりあえず話題でも探して、あそうだった、頼まれてたあれがあるじゃん。俺は咳払いしながらベッドから立ち上がって机に向かってる藤森に近づいた。すると気配を感じたのか、藤森が一瞬だけビクッと緊張したけど、それは見なかったことにして話しかけた。藤森、七海ちゃん、保健室の先生なんだけど、一回顔見せに来てくれってさ。七海先生が？ほ、口聞いてくれんじゃん。不思議そうに聞いてきた藤森が、俺の目をちらっと見てからすぐに視線をそらした。にしても突っかかってくるときとはえらく違うな。なんていうか妙に自信なさげだけど、こいつってば普段はこんななのか。なんかいろいろあったから忘れてたけど、そういえば会ってから落ち着いて話したのってもしかしてこれが初めてだったっけ。お前が腹痛を起こした時に俺がナナミちゃんとこ走ったから心配してんじゃねえかな。そうな、なんだよもう会話終わりなんすか。祭りと話してる時もそりゃぎこちない感じだったけど、クスって感じで微笑んだりしてるくせに、俺と二人きりになった途端にその態度はねえんじゃね。すっげえ警戒されてるっていうか、こんな俺とは口も聞きたくねえって。ああ、なんかがっくりだぜ。もう他に会話もね。あ、さっきのなんであそこにいたか聞いてみるか。今なら落ち着いてるみたいだし、軽く聞いたら答えてくれそうだよな。お前さ、なんであそこにいたんだ。あそこ、ああ部活見学しようと思って。内心かなりドキドキしながら聞いてみたけど、藤森の言葉は俺が拍子抜けするようなごく普通のものだった。あそこから落ちたの知ってる。知ってる、まつりちゃんに聞いたから。だから見てた。顔色とか変わるかなとか思ったけど、藤森は全く動揺してね。でそれどころかもう平気って心配そうな顔をして、遠慮がちに俺の顔を覗き込んできた。うん、やっぱ俺の考え違いだよな。いくら異性がいいからってあんなとこから俺をどうこうしようなんて、細っこいこいつには絶対無理だし。ああ、俺ってば何バカなこと考えてたんだよ。そんな疑ってかかってたら、これから先一緒になんて絶対やってけねえじゃん。ちゃんと信じてやんねえと。祭りに言われた通り転校してきたばっかで不安だろうし、しっかり面倒見てやんなきゃだよな。逃げたのはきっと俺に急に声をかけられてびっくりしてたところを俺が必死な顔で追っかけてったからで、うん、多分そんなもんだろう。
頭の中でいろいろと考えて一人で納得していると、藤森が俺のことをじっと見ているのに気がついた。なんだよ。もしかして俺のことを疑ってんの？俺ってはそんな顔してた。やべえな。でもバレちまってんなら下手にごまかすより今後のためにもさっさと謝っとくしかねえな。一瞬だけ怪しいとか思ったけど、そんなことあるわけねえもんな。疑ったりしてごめん。にっこり笑って言ってみたけど、藤森は表情を変えなかった。お、怒ってる？つうか俺のセリフに怒るっていうよりなんか不安げな表情で俺を見てた。なんか調子狂うな。ここ一日の反応から言えば俺の言うことには恐ろしいほどムキになって突っかかってきてたのにな。藤森はうつむいたまま俺の声に反応しなくなった。まずやっぱこんな言いがかりつけられたら嫌な気分になるよな。俺ってばなんでそんなに考えなしなんだよ。藤森ごめんな。藤森本格的に焦り出した時、藤森が不意に顔を上げた。それはさっきみたいなおどおどした感じの顔じゃなく、俺に食ってかかる時のいつもの表情だった。うん、別にいいよ。橋場って推理しても全然当たらなかったもんね。ん？あ、それってもしかして俺が藤森を疑ったんだったら全然当たんねえから藤森は犯人じゃないって証明したようなものだって言いてんのか。ムカつく。うぜえ、ほっとけん。悪かったな、当たらなくってよ。昔も3人でテレビ見てたらいつも食うちゃ、橋場だけ結末が分かんなくて。また昔の話かよ。だから俺お前のこと覚えてないんだって。知らねえことばっか言われても思い出せねえんだってのに。本当に覚えてないんだ。俺のイラついた表情を見て藤森は途中で昔の話をやめた。藤森にとって昔のことがどれだけ大切なのかわかんねえけど、俺にしてみりゃ全く記憶にないことで共感を求められてもうなずけないんだから困るんだよな。昔のこと覚えてねえとダメなんかよ。いろいろあったもんね。藤森が言っているいろいろっつうのが何を指してんのかはよくわかんねえけど、過去のことより大切なのはやっぱ今じゃねえ。まだ過去を思い出すようにうつむいてる藤森にため息をついた俺は机でを指でノックして意識を自分に向けさせた。忘れちまってるのは悪いと思うけどさ、これからちゃんと付き合ってこうぜな。何の気なしに言った一言だったけど、藤森は目を見開いたまま俺をじっと見上げてる。俺今なんか変なこと言った？そんな変なことを言ったつもりにはねえんだけど、今まで付き合ったことのないタイプなだけに数少ない表情の意味が全く読み取れなくってよくわからねえや。藤森バカじゃない？何偉そうなこと言ってんだよ。とりあえずリアクションが欲しくて藤森の顔を覗き込んだ途端、俺の方に予想もしない衝撃が走った。なんで俺がぶたれんだよ。思い切って抗議してやろうと口を開けたけど、よく見ると藤森は真っ赤な顔をしてうつむいてた。これってもしかして照れてるだけとか？まあ褒めるか。まよろしく。調子に乗ってつい藤森の頭をグリグリやっちまったら、今度は全くお構いなしのパンチが飛んできた。子供扱いすんなバカ。真っ赤になった藤森はそう言ったっきり、もう俺には顔も見せず机に向かっちまった。やっぱむずい。今までの誰よりも撃たれた方を抑えつつ、俺はすごすごと自分のベッドに倒り込んだ。待って待ってよ。もっと手を伸ばして。ダメ、やだよ。姉ちゃん離せよ。俺も一緒に。小さな手が俺から遠ざかっていく。待ってくれよ、あんなに泣いてるじゃんか。俺も置いてってくれよと一緒に。父ちゃんもういいから、俺のことは触れたくないよ。ああ、またいつもの夢だっけ。けどなんか今までと違う感じが。ああそっか、セリフがいつもと違うんだ。いつもはと言えば間に合わない、ダメ、置いていくなの3拍子だもんな。何がもういいんだっけ。考えようとした瞬間、急に首筋に衝撃が加わった。なんだ。え、息苦しくて目を覚ますと藤森らしいやつが俺の上にまたがって、
首に手をかけている姿がぼんやりと見えた。これも夢の続きか。でも夢だと思ってたけど、だんだん苦しくなっていく呼吸に、これは夢なんかじゃないって気づいた。俺は抑え込んでくる腕を振り払おうとしたけど、体は完全に抑え込まれてて、ほとんど身動きが取れない。こんなに細い体のどこにこんな力があるってんだよ。もしかして藤森じゃないのか。あ、なんで。何言って。もともと覚醒してなかった上に首を締め上げられて酸欠状態になっていたせいか、耳に届く声はどこか遠くから聞こえてくるようだった。なんで俺こんなことされてんだっけ。お前なんかいなくなればいいんだ。なんだよ、わけわかんねえ。俺このまま殺されるのかな。こめかみの血管がドクドクいってる。手先もしびれてきた。目の前で首を絞めるやつの言ってる言葉の意味もわからないまま、俺は意識を手放した。息苦しさに目を覚ますと、それは気のせいだったようで、ベッドのすぐ近くで盛大になってた目覚まし時計を慌てて切った。はあ、びっくりした。なんかいつもとは違う悪夢を見て相当うなされてたのか、シャツが汗で湿ってた。あんま覚えてねえけど、なんかリアルな夢だったもんな。昨日の息苦しさを思い出して首に手をやると、ほんの少しだけ痛みが走って、俺はハッとした。夢じゃなかったのか。そうだろ。藤森の方を見ると、今のうるせえ目覚まし時計のコールをものともしねえで寝息を立ててる。すぐに起こそうかと思ったけど、まさかな、昨日俺の首絞めたなんて朝っぱらからそんな寝ぼけたこと聞けねえし、なりよりマジで藤森がうなずかれたら立ち直れなくなりそうな気がして、それはやめた。けど夢じゃないとしたらなんで。となんとか気分を変えようと、いつも通りに走る準備を始めたけど、藤森のことが気になって全然集中できねえ。しかも気がついたら藤森の寝顔を見ながら着替えてる始末だった。こんな小さい手で俺の首を絞めるなんてできねえか。まあ藤森も男だからこんな風に考えるのはかなり失礼かもしんねえけど、そう思ったらなんとなく藤森がやったんじゃないって納得いくよな。これが俺の手だったら藤森の首なんか簡単に、なんて発想が危ない方向へ行きかけた時、藤森の首の付け根あたりに怪しいあざを見つけちまった。これってまさか。うるさい。動揺した俺が声を抑えることも忘れて怒鳴ったせいで藤森が目を覚ました。俺はアホか、今更口を押さえてみたって仕方ねえけど、何やってんだ俺。悪い、俺走ってくから。慌てて部屋を出てった俺に返事は返ってこなかった。怒ってるつよりまた即寝か。それにしてもあの首のあざ、あれって絶対にキスマークだよな。なんで自分が動揺してんのかわかんねえけど、学園を一回りしていつものようにナナミちゃんと会う頃には藤森のことはすっかり頭の隅に追いやられてた。やっぱ自分の汚名返上のために今日もここに来ちまった。俺は絶対に寝ぼけて落ちたんじゃないって、根拠は俺そんな体を張ったお笑いなんてやんねえしとか、もちろんそんなことで自分を納得させられないからこうやってせっせと放課後の特別棟なんかに来てるんだけど、実はもう一つ気になってることがあるんだよな。やっぱ今日も来てるわけねえか。そう、気になってたのは藤森のこと。もしかするとまたここに来てるかもと思ったんだけど、まさかそんな都合よくここにいるわけねえか。昨日は部活の見学しに来ただけだって言ってたし、あいつ何部の見学してたんだろう。しばらく窓のところに突っ立って藤森のこととついでに事件のことをボケーと考えてた。でもこれ以上ここでうろついてたら俺が一番怪しい人になっちまうよな。実は俺がうつ入ってて、やっぱ自分からなんて噂がそのうち立ってみたりって笑えねえ。帰るか。今日も結局収穫はなし。いや、どっちかっつうと藤森のことしか考えてなかったけど、ここに来てるだけでいいよな。うん、いいことにしとこう。そう自分に言い聞かせてカバンを抱えて廊下を歩いてみると、通り過ぎた渡り廊下の方でなんか言い争う声が聞こえてきた。ちょっと待てよ、この声って。お、気になって引き返してみると、やっぱその声は藤森のものだった。そこに藤森がいたことに驚いたけど、それよりも藤森が一回り体格の違う奴らと平気で言い争ってることに驚いた。助けましょう。出して。お前結構遊んでんだろ。だったらいいじゃん。うわ、もしかして藤森のやつ襲われてるんじゃん。
腰を抱き込まれているけど必死に抵抗してる。それでもやっぱあのガタに抑え込まれたら絶対に無理？うっせえ、話せっつってんだろ。助けようと思ったのに藤森は自分の力で男を張り倒して駆け出していっちまった。飛び出してた俺の体は急ブレーキでもかかったように中途半端なところで止まって、走り去る藤森を呆然と見てた。なんつうかあいつむちゃくちゃある、しかもむっちゃ手早え。それにしてもあいつ2日も続けてなんでここに、本当に部活の見学なのか、なんかよくわかんねえよ。今朝だって変な夢見るし、あいつ来てから散々って感じじゃん。ああもう帰ろう。ん？あれ？俺夢見てる。学校のざわつく廊下を歩きながら、夢の中の俺は誰かを探して廊下の片側に並んだ教室の中を一つ一つ確認してた。でも誰を探してるんだろう。夢の中の俺は探してるやつにいい感情は持ってない。でも教室ごとに確認してる夢の中の俺はそれを周りに悟られることなく、知り合いの生徒がいたりすると笑顔を見せて、心の中じゃ怒りでいっぱいなくせによくそんな真似できるよな。現実の俺なんてすぐに顔に出ちゃうのによ。な、夢だから理想が思いっきり出てるって。うるせえ。やがて夢の中の俺が不意に廊下に立ち止まった。その横を何人かの奴が通り過ぎる。一見普通にすれ違っただけなのに、そいつらが夢の中の俺を追い抜いた途端、怒りのゲージが上がっていくのが分かった。もしかして今の中に探してるやつが。でもその中の誰なのかは俺には分からない。見つけた。よくも。のこれは夢の中の俺のつぶやき。握った拳が震えるくらいに怒ってるその声は確かに自分のものなのに、まるで自分のものじゃないような、そんな感覚があった。ああ今日もやっと終わったぜ。病院でのんびり寝てるのも退屈だったけど、授業中ってのはもっと退屈だよな。ママ、まずり。最後の授業が終わってざわついてる教室の中、昨日藤森が絡まれてた時のことを話してみようかと思って帰り支度をしている松流を呼び止めてみたけど、ストップ僕ちょっと用事があるから。近づいていった俺の鼻先に祭りが拳を差し出して、俺がそれ以上来れないようにガードした。じゃあいいや。その態度に一瞬ひるんで立ち止まると、祭りはにっこり笑ってまたカバンに教科書を詰め出した。ああこいつってば忙しいやつだもんな。唯一藤森のことを話せる相手なんだけど、こいつも生徒会とか寮でいろいろとやることあっから仕方ねえか。それじゃあまた夜ね。うん。手を振りながら慌ただしく教室を出ていく祭りを見送って、俺も帰り自宅を始めた。さてこれからどうすかな。ななみちゃんのところに行く。寮に帰る。帰ろうか。おとなしく寮に戻った俺は部屋に戻る前に玄関を入ってすぐの掲示板に立ち寄った。ここには寮生活を送るのに重要な、例えば何月何日に点検のために電気が止まるとか、そういった日常のことに関しての情報とか、寮である行事とか学校でのイベントとかも貼り出されてんだけど、それよりも俺にとって一番重要な情報があんだよな。やった今日ハンバーグじゃん。うちの寮特製の目玉焼きが乗ったハンバーグを想像して俺はかなり幸せになった。でも目玉焼きが塊焼きになってない、とろっと黄身が半熟になってんのを選ぶのになかなか苦労したりすんだぜ。見るからに片焼きになってんのは寮生の間じゃハズレって呼ばれてて、食堂に遅く来たやつがそのハズレを食う羽目になんだよな。祭りのやつ早く帰ってこないかな。半熟ゲットに燃える俺は祭りの帰りが早いことを祈りつつ自分の部屋に戻っていった。そらくん、ちょっと頼まれてくれないかな。規則正しく鳴らされたノックの音に扉を開けると、できれば拝みたくない顔がそこにあって、俺は本人を目の前にしてあからさまなため息をついた。
あ、別に祭り本人が嫌ってわけじゃないぜ。問題は祭りのその顔なんだよな。こうやってにっこり笑ってる時の祭りにはあんま関わらない方がいいっていうのはここ10年以上の付き合いでバッチリ学習済みだからな。嫌ですな。あ、即答だな。まだ何も言ってないのに。あのね、この野郎、相変わらず人の話なんて聞いちゃいねえな。今に始まったことじゃねえけど、今日こそは流されねえぞ。心の中でグッと決意した俺はまだ気持ち悪いくらいにニコニコしている祭りを冷たくあしらって扉を閉めようとしたけど、ソラ君ってば、何しようとしたのかな。さすが抜かりのないやつ。閉めようとした扉には祭りの左足がしっかり挟まれてて、俺の最初の弱戦は失敗に終わった。そう悪い話じゃないってば、警戒するなよ。挟まった左足を起点に笑顔で扉をこじ開けると、俺の承諾もなしに祭りは簡単に部屋の中にずかずか入り込んできた。うーけど、ここでくじけるわけにはいかねえ。第2ラウンド開始だ。嘘つけん。てめえ絡みでよかったことなんか一回もねえや。自分とこの役に使ってやりゃいいだろう。俺は警戒もあらわにトゲトゲしく突っかかった。今までにこいつの頼みを聞いて俺がどんな目にあったと思ってんだよ。だいたい俺は生徒会の役員でもねえのに、副会長の祭りから散々こうやって頼み事をされて、こいつを慕ってる役員のたちが嫉妬するっての。こいつの役に立ちたくて頑張っちゃってるやつらになんかすごい目で見られてんだよ。その視線が面白いくらいに痛かったりするんだけど、そいつらが皮肉を込めて俺のことを学園なんでもやなんて呼び始めてさ、今じゃすっかりそれが定着してて、なんかすげえダサダサじゃん。ただでさえ今は寝ぼけ男って名付けない称号をもらってるっつーのに、これ以上目立ちたくねえっての。そう言わないで。あのね、調べてほしいのはね。まだやるなんて言ってねえだろ。勝手に話を進める祭りを俺は強気で遮った。まったく毎回毎回そんな祭りのペースに乗せられたまんまなんて悔しすぎるからな。そっぽ向いてやる気ねえってのをアピールしたつもりだったんだけど、そんな俺を見た祭りはさっきよりももっと底意地の悪い笑顔を浮かべた。そして君にそんな選択権はないと思うけどな。そう言って祭りは一枚の写真を俺の目の前でヒラヒラさせた。なんだよ、俺を脅そったって。え、見るつもりはなかったのにやっぱ気になってチラッとだけその写真を見ちまった俺は、見た途端に凍りついた。そしてそこに写ったものが信じられなくって思わず祭りから写真をひったくった。なんだこりゃ。写真を持つ手がプルプル震える。そこに写ってたのはいかにも俺が藤森を襲っているようにしか見えない写真で、俺こんなことしてねえってば。いやでもなんか覚えがあるつうか、この状態って。ああそうだ、藤森と初めて会った日に祭りが俺のことを張り倒して。そうだよ、間違いねえ。てめえ、いつの間にこんなん撮ってやがった。くっそ、あん時祭りがやたらとニコニコしてたから変だと思ってたんだ。でもまさかこんな撮ってたなんて、畜生。あ、思い出した。ほんといいもの撮らせていただきました。この犯罪者が。てめえ。あー、こんな写真みんなが見たらどう思うかな。俺から写真を取り上げて、これ見逃しににっこりと微笑む姿に、まさに悪魔だ、畜生。それに空は優しいからね。僕がこんなにお願いしてるのに断るわけないもんね。ほらねと首をかしげて俺の表情を伺うこいつは、もう勝ったぜつう顔しててむちゃくちゃ憎たらしい。くっそ、この写真破ってもどうせネガはしっかり残ってんだろうな。ああ、やっぱ今回も俺の負けってか。こんな強力な切り札を祭りが持ってるなんてな。俺はがっくりと肩を落とすと天井を仰ぎ見た。頼りにしてるよ、そら。ポンと肩を叩かれて、俺は諦めのため息をついた。まあ俺がどんなにあがいてみても最終的には手伝わされるのは本当は分かってたんだけど、祭りが俺に頼んでくる時ってのは周りのやつらには頼めない、いわばトップシークレットみたいな件ばっかだし、本当に最終手段なわけ。学園内で極秘事故はないだろうなんてツッコミはなしな。幼稚園から大学院まで取り揃ったこれだけのマンモス校だとさ、まあいろいろあったりするらしいしな。それにこんなことを言うと突き上がるだろうから絶対に言わないけどさ、祭りに頼りにされてるってのが分かってほんのちょっとだけ嬉しかったりもするしって、これは絶対の絶対に内緒だけどな。へえへえ、祭り様の仰せの通りにさせていただきますって。くそ。うんうん、空ならそう言ってくれると思ってたよ。
なんだかんだ言っても俺はこいつの嬉しそうな表情には弱かったりする。なんでもってわけじゃねえけど、できるだけは聞いてやりたくなるんだよな。それでもそんな恥ずかしい、それでもそんな恥ずかしいことを言えるわけもなくて、それでもそんな恥ずかしいことを言えるわけもなくて、あんまり乗り気じゃないって態度でドカッと乱暴にベッドに腰を下ろした。するとそんな俺を見て祭りは満足そうにうなずくと、自分も藤森のベッドに座って俺に向き直った。あ、そういえば直くんは仲良くしてる？ちゃんと面倒見てあげてよ。分かってるよ。ああ、そういえばあいつはどこほっつき歩いてんだ？今は祭りの要件を聞くからいなくてちょうどいいんだけどさ、もうすぐ夕食だってのに何やってんだか。あ、でも藤森と話してないのって、もしかしてあの朝以来、俺が変な夢を見て首を折って、またミキスマークのことを思い出しちゃったじゃんか。問題を解決してくれっていうわけじゃな。ソラ？ん？あ、うん。いい？聞いてる？やばいやばい、俺今フリーズしてた。目の前で手をひらひらされて、ようやく我に返った俺は愛想笑いを浮かべて祭りにうなずいた。じゃあまずは、最近あちこちで触ってもいないのに物が壊れたりっていうことが起こってるのは知ってる？あ、聞いたことあるかな。そういえば前に下の階のやつが夜中に大声で騒ぎまくってたような気するわ。その時俺はこれから眠りに落ちるぜっていう一番気持ちのいい時だったから関係ねえやって感じで寝ちまったけど、今までは学園内の至るところでそんな騒ぎが起きてたんだけど、とうとうこの寮でもそれが始まったみたいなんだよ。で、その件について少しでも情報が欲しいんだ。なるほどね、そういうことか。うちの学校は全寮制ってわけじゃないから、生徒会のやつらは使えないってね。だから俺に頼んできたな。おいおい、情報だけな。あれ、怖くないの？ん？何が？もっと難しいことを頼まれるのかと思ってたけど、いつものに比べたら全然簡単そうじゃん。なのに松浦は意外と顔をしてわけのわかんねえことを言ってきた。なんだよ、何が怖いってんだ？だって空の大嫌いなお化けかもしれないんだよ。いつの話してんだ。小学校3年の夏、一緒に地域の子供会主催のお化け屋敷に入った時の話。うっせえな。畜生、たち悪いな。これだから昔からの知り合いってやつは人の輝かしい過去を持ち出してんじゃねえよ。確かにあの時は俺は大泣きしたよ。けどそれは近所に住んでた子供好きで優しかったおっちゃんがたまたまお化け役やっててすっげー形相して俺のことを追っかけてきたからだろうが、ソラがあんな繊細な子だなんてあの時初めて知ったよ。なんて祭りは大笑いしてやがるけど、あの時の俺はマジで殺されると思って必死だったんだぜ。しばらく夢に出てきたくらいだし。くそ、いつまで笑ってんだよ。ごめんごめん。あと空の入院した事件の方だけど、まだ思い出し笑いが抜けきれてない祭りは俺の機嫌がどんどん悪くなっているのに気づいたみたいで、涙目になりながらも必死で顔を作ると話題を切り替えていきやがった。そこらへんこいつも俺の扱い方うまいよな。さすが10年以上一緒につるんできただけあるわ。なんか分かったのか？全然ダメ、ほとんど手がかりがつかめない状態だよ。そっか、やっぱ俺一人で勝手に落っこちたのかな。お手上げって感じで両手を手に上げられて、俺の方こそ投げ出したい気分だった。そこら辺のことを思い出そうとすると頭痛いし手がかりはないわ。じゃあそう考えるのが一番自然だしな。そうでもないかもよ。昨日も似たような事件があってね、やられた本人が犯人の姿を一切見てないんだ。じゃあ俺が被害者第一号かよ。かっこ悪い。そっか、やっぱいんのか犯人が。にしてもどうして俺が最初のターゲットなわけよ。おかげで学園中の笑い者になっちまった。しくそ、寝ぼけて窓から落っこちるよりはマシだと思うけど。まつりさん。あ、聞こえた。ごめんごめん。じゃあそっちの件についても調査よろしく。わざとつぶれたまつりを睨むと、やつは愛想笑いを浮かべてそそくさと部屋を出て行こうとした。ちょっと待て。あ、覚えてた。結構いい映り具合だよ。それじゃ。扉を掴んで引き止めると、祭りは写真をあっさり渡してきやがった。くそ、これは絶対に焼き増ししてやがんな。俺は祭りが撮ったその写真をゴミ箱にしてた。ポケットにしまった。破り捨てた。
パッと消えてしまったらいいんじゃない。ぐっそ頼まれたことが成功したら願事奪い取ってやる。なんだここ特別棟じゃねえ。夢の中でもこんな場所に来ちまうなんて、俺よっぽど気になってんだ。夢の中の俺は息を殺して誰かを待ち伏せてる。その相手はよくわかんないけど、とにかくそいつが憎くて仕方がねえ感じだ。いや、憎いっていうより、なんだろう、もっと悔しいっていうか、許さないっていうか、とにかく俺の大事なものをそいつが奪ったらしい。やがて歩いてきたやつを見た瞬間、その感情が一気に膨らんだから、こいつが夢の中の俺が待ってた相手なんだってピンときた。夢の俺は負の感情ばっかをそいつに持ってる。うちの学園にしては珍しく結構遊んでそうな兄ちゃんだ。午後の授業をサボるつもりなのか、適当なサボり場所を探してるみたいで、なんかどっかで見たような気がすんな。あ、これってもしかして前に見た夢の続き？だから知ってる気がすんだ。すぐに飛びかかるのかなとか思ったけど、夢の中の俺はかなり慎重だった。そいつが自分の前を通り過ぎたっつうのに動こうともしねえ。うん、夢だから仕方ねえけど、なんか俺らしくねえ。これが現実だったらすぐにそいつに怒鳴りつけてんのに。だからお前は単純だって言われるんだ。なんだ今の声は。なんか夢の中の俺に言われたような。悪かったな単純で。それにしてもやっぱ夢の中の俺って自分とは違うような気がすんな。とそんなことを思ってる間にも、夢の中の俺は挑むような視線でそいつの様子を伺ってて、すっげえ緊迫した雰囲気が俺にまで伝わってきてた。そしてそこから夢の中の俺の行動はすげえ素早かった。そいつの気配がわずかに動いた瞬間、物陰から一気に飛び出して、そいつが驚いて振り返った時にはもう殴りかかってた。痛そう。なんか夢の中の俺ってめちゃくちゃ強いな。あっという間に倒しちまったじゃん。だけどそれで終わりじゃなかった。倒れ込んでるやつを見下ろしてたかと思ったら、なんとそいつを担ぎ上げて。お前どうするつもりなんだよ。そりゃいくらなんでもやりすぎだって。やばい、やめろ。足場、足場。夢の状況に焦って叫びながら目を覚ますと、頬に冷たいものが当たってた。頬をかすめていたのは、机に突き刺さるほどの勢いで つけられてたステンレス製の指示棒。その棒の先をたどっていくと、きっちりセットされた髪と高そうなスーツ、無表情だけど冷たいオーラを放っている数学教師港の顔があった。出席番号26、橋場空。はい。出席簿を見ながらフルネームで呼ばれた俺は、椅子をガタガタ鳴らして慌ててその場に立ち上がった。私の授業で居眠りとはいい度胸だな。で、すいません。その棒でピシャリと頭を叩かれて、その思いがけないほどの強い衝撃に眠気が一気に吹き飛んだ。ういて、居眠りくらいでこんな強く打つか。放課後数学教諭室まで来い。分かったな。これだけでも十分だと思うのに、頭をさする俺を見下しながら皆と冷たく宣告した。返事は。分かりました。返事ははいとするものだ。まあ、何こいつ。よし座れ。お前のおかげで3分のロスだ。神経質そうな中指で眼鏡を押し上げながら、高そうな腕時計を見た港は
ゆゆしそうに言い捨てると教団に戻っていった。クソ、やみたらしいやつだな。いいじゃん、ちょっとくらい時間が短くなっててさ。課題だ。32ページから40ページまでの予習をしてこい。次の授業で小テストを行う。今回の目標点数は。今までのやりとりなんてなかったかのように授業を再開した湊を人睨みすると、俺は時期になって乱暴に椅子に座った。たくついてねえよな。俺がぼやいたつぶやきは授業終了のチャイムにかき消されていった。こっぴどくやられたね。授業が終わると早速机に寄ってきた祭りは気の毒そうな顔をして机と仲良くしてた俺を慰めに来た。はぁ、あ、もう最悪だぜ。俺が返事の代わりに盛大なため息をついて教室を出ていく湊を睨んでいると、教科書でも借りに来たのか4組から来た藤森が湊に会釈してるのが見えた。そして藤森はそっと伺うように湊を見送ると、すぐに俺と祭りのとこに寄ってきた。なんだか怖い先生だよね。どの学園にもああいう教師はいるさ。まだ湊が去っていった方を気にしつつつぶやく藤森に、祭りは肩をすくめておどけてみせた。まあな、確かにあの手の先生ってのは絶対にいるもんだよな。つってそんなのに目つけられんのも迷惑な話だぜ。ここんとこずっと悪夢ばっか見てて寝不足でイライラしてんのに、なんでおいつがあんなやつに絡まれなきゃいけねえんだよ、まったく。俺が何しとってんだよ。居眠りしてたじゃないか。それじゃあしょうがないだろ。ほんのちょっとした愚痴だったのに、そんな二人して真面目に答えんなよ。ちっとくらい優しくしてくれてもいいじゃん。まあ、放課後は覚悟して行った方がいいかもね。ニコリ笑った祭りが、繊細な顔とは裏腹のバカ力で背中を叩いてきたけど、抵抗する気力もない俺は、その反動でまた机と仲良くなった。ああ、超最悪だぜ。自分の不幸を嘆いたけど、祭りと藤森は机に突っ伏する俺なんて気にもしてねえ感じで、にこやかに辞書の貸し借りなんかをやってる。しくしょう、友達がいのない奴らめ、ああ、放課後が来んのが憂鬱だぜ。ソラ、そろそろ行った方がいいんじゃない？分かってっけばよ。来るのが遅いなんてまた意地悪されるのも嫌だろ？さっさと行ってきなよ。確かにその通りだけど。何これ、普通にブッチしていい案件だと思うけど、まあ行って終わろうかな今日は。いや、怒られに行ってくるわ。はいはい、行ってらっしゃい。畜生、他人事だと思ってそんな気楽に、俺はついじろりと祭るように睨んだ。だってさ、その楽しげな顔、呼び出されたのは絶対面白がってんだぜ。なんだよそんな目で見る。あ、ちょっと待って、湊先生のところに行くんなら制服ちゃんとしてから行きなよ。 VS 湊やな。ったくうぜえな。いいよそんなの。ダメダメ、あの人ならきっとそういうところにも絡んでくるよ。あ、ほら、学ランのジッパー閉めて。あ、いいっての。苦しい、わかったから。じゃない、あ、こら、ジッパーだけじゃなくてホックも閉めなってば。ジッパーを閉めただけでも息苦しいってのに、さらにホックまで閉めようとする祭りからさっさと逃げて、俺は教室を後にした。ホックって結構苦しいよな、あれ。少し遅めだったけど、俺は数学教室やってきたな。にしても、いくら夢見が悪くて寝不足だったとはいえ、数学の授業で居眠りこいちまったのはまずかったよな。数学の水戸といえばこの学園で一二を争うくらい厳しい。や、そんな表情では生ぬるいな。そうそう、陰険って言葉がぴったりくるようなやつなんだ。とにかくすげえ嫌なやつで、気に入らないやつがいるとほんの少しの逃げ道を作ってじわじわ攻撃してくるらしい。いつまで私を待たせる気だ。うるせえ。すいません、俺掃除当番だと思うんだよ。嘘つけ。もちろん嘘つけど、こっちは見ようともしない。で、机に向かう湊に少しムカつきながらも返事をした。まあ俺も目を合わせようとは思わねえけどさ。まあいい、ここに座れ。失礼します、はい。とにかくここはおとなしく従ってさっさと終わらせた方がいいよな。俺は素直に湊の指示に従って定時以下にあった椅子に腰掛けた。俺が素直に座ると湊もようやく椅子を回転させてこっちを向いた。そして何も言わずにじっと俺を見てるっぽい。なんだよ、何人のことじっと見てんだよ。
ああにしても、この今から説教されますよっていう緊張感大嫌いだ。学ランもちゃんと着てるし、余計に息苦しいぜ。さて、なぜ私に呼び出されたのか分かって。居眠りしたからですかね。わあ、始まったぜ。俺のことを見下す目は、授業中に見るそれとはなんとなく違うような感じがする。ここがいつもの教室じゃないから、なんかもう、さあ今からいたぶってやるぞって顔がたまんねえわ。にしてもたった一回居眠りしただけで呼び出しなんだもんな。さぞかし自分の授業に自信持ってるってわけか。やっぱこういう先生ってのはエリートコースまっしぐらなんだろうな。遊びもしねえで勉強ばっかしていい点取っていい大学出て、こいつ絶対に友達なんていねえんぞで、あ、友達は教科書って感じ。結構ひどいこと言うね。そんな生活してたから性格、ま、ねじ曲がっちまったんだろうな。この陰険さがなけりゃちった見れる顔してんのにや。顔褒めるやん。で、ミナタのことなんか考えてたって仕方ねえか。顔に出そうになるけど、心の中で愚痴って、とじゃねえと、説教が長引くのは目に見えてるし。どうやら、理解していないよう。そうですね。説教に耐えるためにじっとうつむいてた俺は、初めて聞くミナタの笑いを含んだ声に、彼を顔を上げた。そして見上げてみれば多分癖なんだろうけど、ミナトは中指でメガネを押し上げながら人を小馬鹿にしたような笑みを浮かべてた。なんだよ、俺が先生の授業中に寝てたから怒ってんだろ。やべ、俺もしかして顔に出てた。でも俺が何を理解してないって言うんだよ。無然とした表情でミナトを見ると、やつは思わずこっちが静岡ほどそばに近づいてきた。そして物分かりの悪い生徒にお仕置きが必要だ。なんかこのゲーム実況ってなんかお仕置きってことは定期的に出てくるような。はい、そう言って座ってる俺の膝に手を置かんやろ普通。置き、意味ありえに指を食いだから膝に指食い込むん、結構肉感がしっかりしてるんやね。何してんだよ。戸惑った俺の声なんてちっとも聞いちゃいない感じで、膝にあった指は徐々に俺の足を這い上がってくる。その動きがなんていうか背筋が繰り立つような触り方で、気味が悪くなった俺はすぐさま体を退こうとしたけど、寝顔もよかったな。今の怯えた顔もなかなかいいじゃないか。耳元でささやかれた瞬間、俺の背中に旋律が走った。ちょっと待ってくれ、もしかして。なんだそんなに怯えた顔をして。そうか、ようやく理解したか。あんたわけわかんねえ。ようやく理解したかってどういう意味だよ。じゃあここに呼び出したのは俺が居眠りしてたからとかじゃなくて、初めからそういう目的で。くそ、そんなもん理解したくもねえや。いや、初めから分かってたよ。僕は分かってたよ。あまりのことに怒りがこみ上げて、すぐにでも振り払いたかった。けど下手に動いたらどうなっちまうのかちっとも予測できなくて、俺は動けなくなったってな。さっきまでの元気はどうした？それともこうされたかったのか？くーちゃん。ミナトの挑発に乗っちゃいねえけねえ。そう思ってたのに、今の言葉にブチ切れた俺はミナトの手を振り払おうとしてとっさに拳を繰り出したけど、逆にその手を掴まれた。いた、しまったと思った時にはもう遅かった。ミナトに掴まれてた手首が本気の力で握られている。くそ、離せよ、離せってば。畜生、こいつ本当にただの数学教師かよ。なんで俺がこんな奴の拘束を振りほどけねえんだ。俺が驚きに目を見開くと、奴はにやりと笑い返した。こういうメガネキャラってさ、空手有段者やもんな、大体。そうそう。そのくらい元気がないと面白みがない。こんな奴に力で勝てねえって、これ以上ねえってくらい思いっきり腕に力を入れてるっつうのに、圧倒的な力でねじ伏せられてる。やべえ、どうしたらいいんだよ。なんか焦りすぎて思うように頭が回んねえ。どうした、もう降参か。そんなねっとり喋らないでくださいよ。さらに動きを封じるようにミナトは俺の足の上に膝を乗せてきた。うん、
そして痛みに耐えながら抵抗していた俺の腕を左右に開いて、え、椅子の背にもたれ、椅子の背もたれに回しやがった。ああ、さあどうぞこれでもう逃げられないよ。ああ何だと。必死で抵抗する俺に湊は余裕の表情を浮かべながら自分のネクタイを指にかけたそしてそれを一気に引き抜くと俺の手首をなんていうん、こういうの DIY っていうんから。チキシュー、てめえ卑怯だぞ。こいつ慣れてる。椅子に手首を固定されて情けなさと悔しさに俺は自由な足で湊を蹴りつけた。へっ、ざまあ見ろなんかこういうなんかカントリーマームみたいな無様によろけた湊のスーツに俺の足跡がついた。ああ、スーツ、クリーニング出さなきゃな。あ、イタリア製のオーダーメイドだ。こういうのって家で洗えないんだよ。そんなの知るかそれはそう、さっさとこれを外せっつってんだよ自分のスーツについた俺の足音をじっと見ていた湊はおもむろにそれを払うと、さっきまでの余裕のある顔じゃなくもっと無表情でもっと残忍な顔つきになった。どうやらお前は自分の立場が分かっていないらしい。そうですね指示も湊は胸元のポケットから取り出したあのステンレス製の指示棒を伸ばすと、それを俺の鼻先に突きつけた。そんなに留年したいのならいくらでも協力してやるぞ、うん、指示棒で俺の顎を持ち上げた湊はすっげー楽しそうな顔で脅してきやがった俺は歯を食いしばって湊を睨みつけた。視線だけで人が殺せるなら特に湊なんて殺せそうなくらい強く睨む。それだけが俺に残された最後の反抗手段だった分かればいいんだ。俺の顎を持ち上げていた指示棒が首筋をゆっくりと辿っていく。だけどヒヤリとした感触を感じたのは一瞬だった。そのまま湊は俺の学ランのジッパーを一気にそれで下ろしていったから指示棒で器用じゃないここいて制服のホックを締めないのは高速違反だぞ。ああ、ホック締めてないからバカ、ホックまで締めてたらこんなことならんかったのに。でもこの先生は多分ホックも指示棒でこいってできるんじゃない脱がしながら言ってんじゃねえよ。くそ、こんなことならちゃんとホックもしとくんだった今さらしょうがねえけどマジで後悔した。リグレットシャツも学校指定ではないもん。これは徹底的に身体検査しないとダメだ。あ、シャツシャツ学校指定にしてよかんからななんてよ。ミナトは残忍、確かに学校指定のシャツってあったな、確かあったわ。湊を残忍そうに目を光らせながら、湊は残忍そうに目を光らせながら楽しげに口元を歪めた。やっぱこいつ変態だ。何が身体検査だバカ野郎、そんなことさせるか。まずその生意気な口をどうにかし生意気な口ですね、言いながら湊の顔が近づいてきた。だけど近づくにつれゾワゾワと肌が泡立ってきて、そこまでもう俺の限界だった。あのごめん、さっきクリナッツって言ってたけどこれ泡立つや、文字読まれてくる恐怖や寒さなどのため毛穴が収縮して皮膚一面に泡粒ができたようになるって意味やって、あ、だから、あ、なんかゾワゾワって感じかな。いい加減にしやがれ。手首に擦り傷ができるのも構わずに高速を外すと、俺はもうこれ以上ないってくらいの力で湊の体を引き剥がし、慌ててはだけた制服を戻した。なんかむちゃくちゃ情けねえ。ざけんなよ、湊。私は至って真剣だな。吹っ飛んだ湊はずれた眼鏡を直しながら、さして衰えた風でもなく、俺を見据えた。俺の体を這うような
港の視線に吐き気を感じていたけど、こいつの前では絶対に弱みを見せちゃいけないっていう危機感で全身ピリピリしてる。正直言ってすげえ怖い。俺は男だ、見てわかんねえのか。おう、知っている。それがどうかして。そのためのメガネやろ。とにかくお前のしたことは、お前と同室の転校生。うん、指差しながらまくし立てようとした俺を遮って、港はにやりと笑うと、いきなり藤森の話題を出してきた。なんだよ、なかなか可愛いか。お前許されぞ。不敵な笑みを浮かべる港に俺は視線を強くした。でも港はそんな俺を見てもただ笑うだけで、教師に向かってお前とはどうやらお仕事が足りないよ。お仕置き不足ですね。ニヤニヤしてる港をこれ以上見ていたくなくて、俺は返事も返さずに数学教室を飛び出した。藤森が何だってんだよ、そんなの許さねえか。なかんだな、なかんなにしても、チクショー、まさか男に迫られる日が来るなんて思ってもなかったぜ。あー、かわいそうに。では本日はここで終わりにしましょう。また次回。おやすみなさい。